ビデオカメラのデータ復旧を行いました。愛媛県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは、日立 DZ HS403。バッテリーを交換するときに、操作ミスで内蔵ハードディスクを初期化してしまった。さらに、その後、5分程度上書き撮影をしているという状況です。データ復旧処理を行い、およそ45分の動画データ復元に成功しました。また、テレビで見られる DVD に変換してお渡ししました。